皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回はこちら、KORG さんの新製品を皆様にご紹介してみようかなと思います。その新製品とは一体何だいっていう話になりますと、こちらでございます。ババババババン、ミクストンプというコンパクトエフェクターです。初音ミクというソフトウェアと KORG のコラボレーションということで、ギターシンセみたいなコンパクトエフェクターというふうにイメージしてもらえばよいかなと思います。単純にここにギターの音を流すと、この中でギターの音を音声に変換してアンプの方に出力すると。で、その音声が今回フィーチャーされているこの初音ミクさんの音声になっていると、そんな感じの商品です。お知り合いの方がミクストンプ買ったんだけども、貸すからよかったら動画作んないみたいな感じで提案をしていただきまして、そんな提案をいただいたので、この動画の中でちょこちょこと遊んでいこうかなと思います。僕は正直、このボーカロイドっていうんですかね、この初音ミクとかに関しては全然詳しくないんですけれども、興味がありましたらぜひ参考にしてみてくださいませという感じです。で、今回も恒例のピクチャーインピクチャーで画面とズババババン、ドーンっていう感じでお手元もお見せしながらやっていこうかなと思います。で、今、アンプの方でリバーブをかけているだけなので、こんな感じの音色になっております。ミクさんをオンにしてみましょう。スイッチをポチッと押すとエフェクトランプがつきまして、今この状態でミクさんが動いてくれているよという合図になります。で、このつまみでミクさんの言葉を設定して、音を鳴らすとミクさんが歌うと。やってみましょう。こんな感じでございます。今、これランダムというところを設定しているんですけれども、ここのランダムに設定をするとミクさんがランダムで歌ってくれると、そんな感じになります。他にもスキャットとか、ルーとか、ラーとか、アー、パー、ニャン。で、あとプリセットが3つ組めるみたいな、そんな感じのメニューになっています。他のやつも試してみましょう。ルーに設定すれば、もちろんミクさんはルールーと歌ってくれます。こんな感じです。パーに設定すればパーと歌ってくれますし、ニャンに設定すればニャンと歌ってくれます。こんな感じでしょうか。この面白いところとしては、意外とこのビブラートとかについてきてくれるんですよ。普通にこう鳴らすじゃないですか。で、その後に音を揺らすと、このビブラートについてきてくれます。でも、いつものギターの感覚でビブラートすると、ビブラートが強すぎて音痴っぽくなっちゃうので、そこは注意ですね。ちょっとやってみますと。こうするとちょっとね、さすがに音痴っぽくないですか。普通にこうエレキギターで歪ませている音色だったらすごい似合うビブラートなんですけれども、さすがにミクさんの場合は激しすぎると。なので、優しく揺らしてあげると良いかなと思います。で、面白いところ2つ目としては、スライドに結構ついてきてくれるんですよね。こんな感じで。1個目の音は正直、このレイテンシーというんですけれども、ちょっとこの遅れがあって、ちょっと使いにくいところはあるんですが、この後ろの伸ばしている音に対しては結構フレキシブルについてきてくれるので、こんな感じの使い方もできるかなという感じです。ちょっといつ使うのかわからないですけれども、後ろの音に関しては結構フレキシブルについてきてくれるという感じです。ただ、さっきも言ったように、そのレイテンシーが結構きついので、速いフレーズにはあんまり適さないかなという感じですね。どっちかというと、このロングトーンを主体にした曲のほうがすごい合うんじゃないかなと思います。例えば、R に設定しましょう。こんな感じでございます。でも、速いパッセージはちょっと苦手。こんな感じです。なんかついてきてくれるときもあるけれども、やっぱり16分のときにどうしてもちょっとこの不完全といいますか、ついてこれないときもあったりとかすると、6連符とかになるともう結構しんどくて。とか言っちゃうと、ちょっとミクさんは混乱してしまうので、こういうのはやらないようにしてあげましょう。で、当たり前ですけれども、その和音も。ちょっと大変なことになってしまうので、しっかりと単音で、ロングトーンで、軽いビブラートで、弾いてあげると面白いかなと思います。で、また気をつけなきゃいけないところとしては、ノイズですね、ノイズ。このギターからの信号を聞き取っているわけじゃないですか、ミクさんは。で、そのミクさんが聞いている音で、そのノイズも一つの音として捉えてしまうので、あまりノイズが大きすぎると、そのノイズも全て音として捉えてしまうと。実際には、ね、全然出てないんですけれども、意外とこんな小さな音はミクさんは、これ音やと認識して歌ってしまうので、ノイズに対してはかなりシビアにやったほうが良さそうです。普通にこう単音を弾いているときでも、ミュートかアマイトこんな感じで弾いてないのになんか変な音がするみたいな感じになってしまうので、もうしっかりと右手と左手をうまく使って、もう常にミュートで。弾いてあげると良いかなという感じです。で、これだけでも結構面白いっちゃ面白いんですけれども、ここからがそのメインですね。このミクさんのメインでございます。どうしようかな。ちょっと長くなってきたので、また次の動画で紹介してみましょうか。このプレセットを組むとですね、自分で歌詞を設定することができるんですよ。それがちょっと面白かったりとかするので、次の動画でその辺は紹介してみましょう。とりあえず、この1本目で紹介させていただいたのは、このつまみをいじくることで、いろんな言葉を選ぶことができるということです。で、意外とこのビブラートとかついてきてくれるので、表現の仕方をうまくマスターすれば結構面白いかなという感じです。ただし、レイテンシーが結構きついので、速いフレーズには適さない。けど、後ろの音に対しては、結構フレキシブルについてきてくれるということです。そして、最大のネックといいますか、最大に気をつけたいこととしては、とにかくノイズに気をつけるということです。普通に全く触ってない弦でも、共鳴してしまうので、この音、本当に聞こえるか聞こえないかわからないぐらいの小さな音ですけど、この音もミクさんは音として反応してしまうので、ノイズに気をつけてくださいということです。それではちょっと次の動画で使い方っぽい感じで自分の歌詞を記憶させる方法もちょっとご紹介してみようかなと思いますので、興味がありましたらぜひそちらもご覧くださいませ。それではどうぞ。